ルイス・バート・メイヤーはアメリカ合衆国の映画プロデューサー。メトロゴールド・ウィン・メイヤーの共同創始者の一人として知られる。メトロゴールド・ウィン・メイヤーの首脳として数十年にわたって独裁的な権力を振るい、天国よりも多くのスターを要するとまで言われた同社の全盛期を現出させた。ルイス・ビー・メイヤーは1884年7月12日にロシア帝国領のミンスクで エリエゼルメールとして生まれた。メイヤーの一家は、当時ロシア帝国から抑圧的な支配を受けていた、ユダヤ系だった。1886年に、メイヤーの父親であるヤコブは、幼いメイヤーと家族を連れて、アメリカ合衆国のニューヨークに渡り、その後カナダのセント・ジョンに定住して、スクラップ業者になった。少年時代のメイヤーは、ユダヤ系の彼をいじめる。 子供たちとのいさかいが絶えなかったという。一家は極めて貧しく、そのためメイヤーも幼い頃から父親の仕事を手伝っていた。やがて商売の基礎を身につけたメイヤーは、無学で、軽蔑の対象だった父親のもとを離れて1904年にボストンに移り、そこで彼自身もスクラップ業者になった。ジュディガーランドやミッキー・ルーニーと語らうルイス・ビー・メイヤー同年に、 メイヤーは、マサチューセッツ州のハーバーヒルで朽ち果てた、小劇場を買収。1907年に大改修を施して、再オープンし、近隣の住民を呼び込むことに成功する。メイヤーが取った戦略とは、汚れた劇場を白い漆喰で覆い隠し、オルガンを設置、さらに宗教的なメッセージを持つ映画を上映する、ことで、 従来のいかがわしいイメージを払拭するというものだった。この時に学んだアメリカ人は単純で健全な娯楽を欲しているという教訓をメイヤーは生涯忘れることがなかったとされる。当時急成長中だった映画産業の将来性に目をつけたメイヤーはその後も周辺の劇場を次々と買収。 やがて、ニューイングランド屈指の劇場チェーンを築くことになる。1914年にメイヤーは、映画の配給券の買い取りビジネスを開始する。翌1915年に、D.W. グリフィス監督作品、国民の創生が公開された時には、ニューイングランドにおける独占配給券を獲得し、財産を築いた。同年、その資金を元手に、 リチャード・エローランドと組み、映画会社メトロ・ピクチャーズをニューヨークに設立し、その副社長に就任した。1918年にメトロ・ピクチャーズを離れたメイヤーは、自前の映画制作会社であるルイス・ビー・メイヤー・ピクチャーズを設立、西海岸のロサンゼルスに進出を果たした。メイヤーの会社が最初に制作した劇場映画は、1918年に公開された。 バーチュアス・アイブスというドラマ映画だった。メイヤーにとって天気が訪れるのは1924年のことである。この年に全米有数の劇場チェーンの所有主であるマーカス・ローは映画業界の再編成を拡作ローの指揮の下でメイヤーの退社後にローの参加に入っていたメトロピクチャーズとサミュエル・ゴールドウィンの保有する。 ゴールドウィン・ピクチャーズ、さらにメイヤーが保有するルイスビー・メイヤー・ピクチャーズの3社が合併し、メトロゴールドウィン・メイヤーが誕生することになった。この流れの中で、メイヤーは、同社の映画制作部門の最高責任者に就任。企業の名目上のトップはローであったものの、新生メトロ、ゴールドウィン・メイヤーの実質的な主導権を握ることになる。ジミー・デュランテと談笑する。 メイヤーメトロゴールドウィンメイヤーの副社長として、ロサンゼルスの映画スタジオの再配を任されたメイヤーは、次々とヒット作を市場に投入する。メイヤーは、スタジオを抱えの人気俳優たちの魅力を、最大限に引き出すために、映画の配役や脚本を決定、さらに大規模な宣伝を行って、彼らの工業的価値を高めることに尽力した。 この仕事の中には、スターのイメージを崩さないようにするための、彼らの私生活の管理まで含まれていた。ロン・チェーニーや、グレタ・ガルボ、クラーク・ゲーブルに、スペンサート・トレーシー、ジュディ・ガーランドなど、この時期に、メイヤーが発掘し、育て上げたスター俳優は、枚挙に暇がない。さらにメイヤーにとって、行幸だったのは、当時メトロゴールドウィンメイヤーに、 プロデューサーのアービング・タルバーグが在籍していたことである。タルバーグは映画制作に天才的な手腕を発揮し、スタジオの責任者として広報戦略を練るメイヤーを現場からサポートした。メイヤーとタルバーグの蜜月関係は、やがてタルバーグの才能と人望に嫉妬したメイヤーが彼の追い落としを図るまで続いた。1933年、持病のために、 ヨーロッパで治療を受けていたタルバーグに帰国後用意されたのは以前の統括プロデューサーの地位ではなく現場の部門プロデューサーの地位であった。失意のタルバーグは1936年に亡くなるがメイヤーはかつての教え子であり性的でもあった天才少年の死を誰よりも嘆き悲しんだという。 タルバーグなき後のメトロゴールドウィン・メイヤーの舵取りは、文字通り、メイヤーの創建にのしかかることになった。メイヤーは、現場の責任者も兼任することになるが、その際に取った戦略とは、これまでより、俗編み物の政策に力を入れるというものだった。大恐慌が到来し、アメリカ経済そのものが深刻な打撃を受けても、メイヤー率いるメトロゴールドウィン・メイヤーは、 好調を維持し続ける。絶頂期のメイヤーは、アメリカ合衆国で、最も高級鳥の男であり、その年収は100万ドルを超えていたとされる。タルバーグの死や大恐慌という危機を無事乗り切った、メイヤーは、ハリウッド最大の映画スタジオの首脳として、不動の地位を築き上げる。しかし、第二次世界大戦が終結すると、その誠意にも陰りが見られるようになる。 メトロゴールドウィンメイヤーが得意とする感傷的な家族ドラマや行々しいロマンス映画に観客が以前のような関心を払わなくなったからである。また、このゴールテレビという新しい娯楽が徐々に一般家庭に浸透しつつあったのも映画産業にとって向かい風となった。メトロゴールドウィンメイヤーの黄金時代に決定的な終止符を打ったのは 1948年に下されたパラマウント訴訟の最高裁判決だった。同一の企業が映画の制作と興行を担当することを規制する。この判決によってメトロゴールドウィンメイヤーやパラマウント映画のような大手映画スタジオは莫大な利順を生み出してきた系列の映画館への独占的支配を一挙に失うことになる。同時に これまでスタジオに抑え込まれてきたスター俳優や監督たちも公然と待遇への不満を口にするようになった。このような逆境の中、メイヤーとメトロゴールドウィンメイヤーの上層部は往年の勢いを取り戻すために人事面の刷新を図る。かつてアービングタルバーグがついたポストに脚本家ドアシャーリーを迎えたメイヤーだが、 やがて、シャーリーと映画の制作方針をめぐって対立。そして1951年に、メイヤーの旧体依然とした、対策主義と独裁に嫌気がさしていたロ、エスインクの経営責任者、ニコラス・スケインクによって、メイヤーは27年間保持した最高権力者の地位から更迭されてしまう。 メトロゴールドウィンメイヤーを退社したメイヤーは映画ビジネスから手を引き引退生活に入ることになった。晩年のメイヤーは石油産業や不動産に投資することで自らの資産をさらに増加させた。投資業の傍らメイヤーは以前にも増して精力的に政治活動に関わるようになった。メイヤーは上院議員ジョセフ・マッカーシーの赤狩りに 積極的に協力。1952年の共和党全国大会では中道路線を主張する大統領候補のドワイト・ディアイゼンハワーを温闘すぎるとして非難した。1956年7月頃よりメイヤーは体の不調を訴えるようになった。当初は単なる貧血だと診断されたが、後に白血病に罹患していることが判明し、同年9月には、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の医療センターに入院することになる。その後、輸血などの処置が継続して行われたものの、治療の開幕1957年10月29日に73歳で死去した。メイヤーの遺骸は、イーストロサンゼルスのユダヤ人墓地に埋葬された。死後、彼の遺言に従って、娘エディスとその夫が一族から除名された。 その理由とは、彼女の夫が、進歩的な政治思想を抱いていたから、というものだった。カナダのトロントにある名声の歩道に刻まれた、ルイス B ・メイヤーの保守期間にわたって、ハリウッドで、指導的役割を果たし、その黄金時代を築き上げたことから、アメリカ映画史上で最も重要な人物の一人に、位置づけられている。メイヤーが当時メトロゴールドウィンメイヤーで撮った。 経営戦略は積極的に同業他社に模倣されることになった。メイヤーは1927年に映画業界のイメージ改善と労働葬儀の解消を目的に設立された映画芸術科学アカデミーの創立メンバーの一人である。晩年にはその映画産業に対する多大な功績を称されて1950年度のアカデミー名誉賞を受賞した。また、 メイヤーはハリウッド名声の歩道に名前が刻まれている映画人の一人である。1999年にはタイムが選ぶ20世紀の100人にも選出された。メイヤーの経営手腕とカリスマ性、映画業界への貢献は誰もが認めるところであるが、反面その人格面では評価が分かれがちな人物である。メイヤーの強引なやり方には、 関係者たちからの批判も多かった。様々な主練手札を用いて、メトロゴールドウィン・メイヤーを抱えのスター俳優たちの、給料を低く抑えた逸話は、現在ハリウッドの伝説と化している。クラーク・ゲーブルが、給料の値上げを直訴した時に、メイヤーは、彼の妻に、ジョーン・クロフォードとの不倫を暴露すると脅迫。ゲーブルの給料は、要求額の半分以下に抑えられてしまった。 一方、アン・ラザ・フォードが母親に家を建てるために貯金をしたいと申し出た時には、涙を流して、ラザ・フォードを抱きしめ、給料の賃上げを認めたという。メイヤーの母親に対する敬護の念は、並々ならぬものがあり、ジョン・ギルバートが自分の母親を売春婦呼ばわりした時には、激怒して、ギルバートを殴り飛ばしたとされる。映画プロデューサーであるアービング・タルバーグを危険視し、 失脚に追い込んだものの、彼が創生した時には号泣して葬式に、口なしの花飾りを送ったというエピソードも伝えられる。以上の逸話が示唆するように、メイヤーの人格は極めて複雑なものであり、そのことが彼に対する器用方変の激しさの一因となっている。ありがとうございます。